シゲさん、こんばんは。おお、来たんか、エイジ。相変わらずやの。ところでエイジ、ん？先週環状で K レーシングのデモ車を追い回したやろ。は？ S15 や。あんまりプロのチューナーからかうなや。連中は連中で仕事としてやってんねやから。ああ、それ弟ですわ。ああ、弟？ええ、マキのやつ先月エボ6に乗り換えたんですわ。けどワークス R のステッカー貼ってたて。俺が許可したんですわ、あれ。あのやんちゃもランエボにしたんか。こりゃ無敵のランエボ兄弟やな。実はエボ兄弟やのうて、母親違いのイボ兄弟ですけどな。何うまいこと言うてんねん。けど心配ですわ。あいつ俺と違うてほんま無茶やりますから。アホんだら。お前が言うな、お前が。ところでシゲさん、さっきから気になってたんやけど、あれ一体なんやの？うん。ああ、これはポルシェターボの駅マニア。懐かしゅうて引っ張り出してみたんや。中途？昼間な、昔の知り合いから電話があったんや。今夜中に東京からそっち行く言うてな。東京から？ん？マイクか、今どこや？玉でのランプのとこ。感情上がろうかどうしようか迷ってんや。エボに乗り換えたらみんな引いて、もう誰もつるんでくれんねん。とりあえず先感情走っとるから。わかった、これから出るわ。噂をすればかい。はあ、ちょっと行ってきますわ。心配すんなや。マキは俺が面倒見たったるから。ん？お、遅いで兄貴。いきなりここで来るんかい兄貴。マキ、どうでもええことからお前は覚えていく。この場所にはこの場所の掟がある。お前にそれを伝えたい。はいや、なんちゅうえげつない走りや。けどそれは簡単には伝わらん。いくら言葉並べてもあかんのや。守らなあかんこと、引かなあかんこと、そして行かなあかんこと、お前はまだ何にも分かってへん。ただ命知らずなだけや。くそ。ほらマキ、もうそれ以上そこから踏めんやろ。車はセッティングだけじゃ曲がらん。ましてや腕だけでも無理や。その車をちゃんと知り、きちんと動かしていく。そういう当たり前のことがお前には全然見えてないんや。俺もそうやった。悪いことから覚えていく。どうでもええことから身についていく。俺はそういうことをお前にきっちり教えたんや。アホんたら。マキ、今日はここまでや。近くのランプから環状降りて、うちへ帰れ。ちょっと待ってくれ、兄貴。まだ。お前、まだまだその車のこと分かってへん。暑うなると事故るで。兄貴はどうするんや。俺はもうちょい流してくるわ。東京からお客さん来るみたいやしな。お客さん？ああ、じゃあな。寄り道せんと帰るんやで。いつまで経っても子供扱いや。しかし、ほんまにバケモンやな、兄貴は。エボ5とエボ6の違いはあるにはあるけど、基本的に足もエンジンも同じ仕様なんやで。なのに、同じようにコーナー立ち上がって踏んでいっても、今一つ先に行ってしまいよる。もし、うちの仕事のこととか何にもなくて、
兄貴がプロショップとして看板出してたら間違いの今頃大阪一のチューナーやったのに。ポルシェの駅前に引っ張り出したっちゅうことは、その東京から来るお客さんの車って。そうや、ポルシェや。911ターボや。どうした？環状に合流したとき、路肩に止まっていた車がこの車を見て追い上げるように出てきました。待ってたとでも言うのか？そういう感じですね。すごい速度で追ってきます。車種は？ランゲボです。なるほど、こりゃ待ってた面だな。どうします？好きなようにするさ、お前の勝手にな。鉄馬の子早いんとちゃうか？うっかりしてるとこっちが食われるやんけ。早いだけやない、こら巻きどころのレベルとちゃうで。もううまいな、あいつ早いですね。でも彼はまだ8分の走りですよ。道を知らないよそ者のためってわけか。いや本物や、間違いのシゲさんのお客さんや。減速してウインカーを出しました。ついてこいと言ってるみたいですが。構わねえ、いけいけ、面白いことになりそうだ。来た、Kレーシングの34や。なんで譲る？知らない場所で初めての車なんてね。この車のこともよく分かっていないし。来た来た、いきなりケツに張り付いたわ。ほらほら、どう簡単に前に行かすかい。抜いたらやられる。やっぱ看板車は速いの。分かってきたよ、この車の走らせ方が。さすがや、助手席からよう見ろマキ、ほんまのうまさ、ほんまの速さ、お前の目に焼き付けろ。あ、ハザード出しよった。 Kレーシングは降りる気や。向こうもプロのレーサーや、アホやない。こっちのレベルが分かったら、これ以上勝ち目のない勝負はせん。分かったやろマキ、理屈をいくら並べても意味はない。お前が見たことだけが全てや。